月刊スタートアップということで7月の資金調達、まあ、日本版ライドシェアサービスですね。それぞれのネイリストが自分の作ったある意味作品ですよね、手をバーってこう並んでるんですよ。縦型ショートドラマクリエイター、こんにちは、スタートアップチャンネルです。こんにちは、日本版代表の田所です。フリーアナウンサーの林理瀬です。さあ、今日は月刊スタートアップということで、7月の資金調達、注目のものを田所さんに3社ピックアップしていただきました。はい。一つ目がですね、はい、これ業界でも結構話題になったんですけども、はい、7月9日になんとシリーズ A、2回目の調達なんですけど、それで100億調達したんですね。まだできて半年ぐらいのスタートアップなんですけど、NUMOというスタートアップがですね、ファーストクローズ、なんでもしかして追加投資かもしれないんですけども、100億円調達したというところですね。そのシリーズ A、企業半年で100億っていうのは相当すごいんじゃないですか。うん、まあすごいですね。アメリカとかだと上場するときにユニコーンというか数千億があると、もうそういった企業多いんで、日本だとほとんどないですね。シリーズ A っていうのは2回目の調達で、プロダクトマーケットフィットがちょっと見えたかなっていうタイミングなんで、よく言っても10億なんですけれども、桁は全然違いますね。はい、本当ですね。ゼロ一つ違う、うん。どういったサービスを提供してるんですか。まあ一言で言うと、まあ、日本版ライドシェアサービスですね。ライドシェアで皆さんね、想起するのが、ウーバーとかグラブだと思うんですけど、ウーバー、グラブっていうのは自分たちで1台もその車保有してないんですよね。そうですね。まあ日本だとね、まあそれがまだできないということなんで、実はこの100億、まあその前に15億調達してるんですけど、その15億を使ってですね、大阪にある岸和田交通っていうタクシー会社に資本参画していて、自分たちでそのタクシー会社、まあ車両を持ちつつもですね、一方で一般的なドライバーを集めていくと、このハイブリッド版でやると、まあ、そんなスタートアップになってます。まあタクシーだと二種免許って言って、取るのに何ヶ月かかったりとか、まあ研修も非常に長いと。ただニューモさん自身もドライバーを集めてですね、研修して、この二種免許なしでもできますというところですね。昨今ですね、やっぱライドシェア問題非常に大きな話題、課題になっていて、うん、我々東京いるんですけどね、雨の日とかタクシー捕まんないですよね。そうですね、なかなか難しいですよね。これって純粋にやっぱり、タクシードライバーの平均年齢多分50代後半ですし、どん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 やっぱり人が減ってきているんですけども、やっぱりコロナが明けて人の移動が増えたことに対して、うん、需要に対してやっぱ供給が足りていないというところで、うん、まあ課題が顕在化したという、うんいうところかなと思っています。まあ、それも含めてどういったところが評価されてのこの100億。そうですね、まあ一つが本当にドリームチームというかスーパーチームですね。ファウンダーが青柳さんという方はですね、去年まではですねメルカリのメルペイの CEO をされていて、メルカリの上場にも関わったという方ですし、はい、その前グリーンってその前投資証券って、まあ、非常に有名な戦略家の方ですね、うん、で彼自身がこれドキュメンタリーでもやってたんですけど、自分で自動車二種免許も取って実際その大阪でタクシードライバーもやっているんですね。自ら、はい、そういうふうに成功したしやらないじゃないですか。でも自らやっぱ現場に行って体験してその課題を、まあ、ちゃんとその明確にしていくみたいなところがありました。青木さん以外にも6名ほどで創業してるんですけども、メルカリでプロダクトオフィスやっていた松本さんとかですね、メルカリにいたエンジニアの方とか、すごい創業メンバーが揃ってることが一つですね。2つ目がこの領域って市場はやっぱめちゃめちゃでかいんですよね。人間で必ず移動しますし、移動する人って国内だけでほんの数千万人いると、はい、で今本当に需要が逼迫していて、かつその規制も全然動いていないというところがあって、でそこをやっぱりテクノロジーでどん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 アップデートしていくということが大事かな。メルカリなんかまさにそのフリマであったりとかキャッシュレスもそうなんですけど、テクノロジーを使って、まあ、それまで非常に非効率であった業界をですね効率化したというやっぱ実績があるんですよ。メルカリとかだと出店した人がデビューとかって、そういうふうに健全なプラットフォームになることがそこで保証されてるんですけども、タクシーでやっぱそれがないと。うん、タクシー皆さん乗ってどんなドライバーかって分かんないじゃないですか。そうですね。でも、それでモラルハザード起きてしまって、乗る側もそうですし、業界全体が不健全になって、まあ、ちゃんとそのドライバーを明確にする、まあ、ライドシェアになっていくと誰が運転するのかって分かりますし、乗った後にこの人の運転良かったのか、対応良かったのかってことでレビューをつけていくと。はい、まあ、そうすることによって、ちゃんと運転できて、ちゃんと接客対応できる人はどんどんどん稼げるという感じなのかなと思ってます。ただ、これタクシーだけだとやっぱり非常に行政、業法が厳しくてですね、はい、めちゃめちゃ非効率なんですよ。タクシーって別にそのスマホであったりとか、インターネットができる前にもう出来上がった業態なんで、でね、テクノロジーが進化していったことになると最適化できてないんですよね。そこをまさに最適化する。とは言ってもですね、タクシーの議連とか相当強いですし、じゃあそのライドシェア全く自分たちで車両を持たないっていうプレイではなくて、中国だとディディっていうね、スタートアップがあって、もうここめちゃめちゃ良くなったんですけど、はい、ディディなんかは両方やってるんですね。タクシードライバーをライドシェア版に変換してくださってて、
まあ、そういうふうなモデルを日本展開すると、まあ、そこのやっぱ市場のデカさですね、うん、っていうのが大きな期待かなと思います。続いての注目資金調達はどこでしょうか。続いてがですね、ネイリストに直接予約アプリができるネイリーというスタートアップがですね、これ7月3日のプレスリリースがありますので、これ 8.2 億多分シリーズ A だと思うんですけども調達しました。へえ、 8.2 億の資金調達、はい、林さんネイルってやりますか。あんまやらないですか。私あんまりやらないんですよね、はいはい、こういうネイルとかサロンとかってどうやって予約します。あー、やってた頃はホットペッパーとかです、うん、まあ、ですよね。でもネイリストって実は8割以上が個人なんですよね。あ、そうなんですか。となっていくと結構毎月掲載するみたいなところとか広告費ってめちゃめちゃ負担になっていくというところなんですよ、はい。でネイリーやっぱ非常に面白いのは、ウェブサイト見たらですね、それぞれのネイリストが自分の作ったある意味作品ですよね。っていうのがバーってこう並んでるんですよ。で、自分の好みに合ったのをもう皆さんこうブラウズしてですね、直接そこで予約できる。それいいですね。ですね。へぇー。はい、うん、ホットペッパーでも予約しやすいとは思ってましたけど、うんうん、それぞれの作品なのでネイルって個性が見えるっていうのはかゆいところに手が届くというか、うん、課題解決でいいです ね、 ですね。だから店にやるのかもしくはその個人のアーティストにやるのかって言った時に、うん、まあ、多分店でやってしまうと本当にその人が来るのかって分かんないですし、そうですね、まあ、そういうふうに名指し予約できると思うんですけども、うんうん、直接そこで予約できてしまうというところですね。あ、なるほど、はい。 8.2 億資金調達できたポイントっていうのはどこだって分析するんですか。まずユーザーが200万人超えたってことなので、まさにその鶏卵のジレンマ解消したと。その200万人どれぐらいそのアクティベートしてるか使ってるか分かんないんですけども、おそらく数十万人は毎月使ってると、うん、出店する側にしてみても何十万人が見てくれるんで、出したらワンチャンこういけるかもしれないというところがありますし、うんうん、一方で数万件のネイリストを登録してるんで、まあ、自分の好みに合ったというか必ず見つかりますよね。そうですね。ニワトリ卵のジレンマ解消して、まあ、スケールフェーズに入っていくというところかなと思っています。ポイントとしてはこの会社自らですね、ネイルサロン26店舗ぐらい経営しているというところなんで、自ら経営していることによってそこのオペレーションの方がある、そこが強みなのかなと思ってます。あー、改善改善、現場の声をすぐにプロダクトに活かせる、うん、そうですね、形ができているってことなんですね、はいはい、と思います。続いての注目資金調達はどちらでしょうか、はい。次も非常に面白いスタートアップで、はい、7月12日に総額11億なんで、おそらく今回では10億弱ですかね、うん、調達した縦型ショートドラマクリエイターごっこですね、まあ、こちらが調達しました。縦型ショートドラマクリエイター、はい、皆さん多分おそらく TikTok とか YouTube ショートとかって縦型で言いますよね、うん、最近やっぱりなんか見てた時にいろんなショートドラマって言うんですけども、2分とか3分とかで、まあ、それで完結するドラマ結構流れてこないですか。流れてきますね。そこを大量に作ってる、なんか去年だけで3500本作って今年だけでものすごい数を作ってるというところなんですよね、うんうんうん、やっぱりその縦型ショートっていう市場が大きくなってるっていうところに起因する資金調達なんですかね。そうですね、そこに使うやっぱり可処分時間ですね、あと可処分マインドって非常に上がっていったとありますし、電通が出してる統計数字があるんですけども、ブランド認知とかでも YouTube ショーとか TikTok が多いんですけども、テレビ CM だけでやってますが大体認知が 40% なんですけど、うん、TikTok でやってると、まあ、これが 60% に平均して上がると。全然違うんですよね。認知がないものは存在しないので買われないっていうことなんですよ、うんうん。その認知が上がる理由っていうのはどういったところにあるんですかね。あ、でもこれビジネスモデルも非常に面白くてですね、はい、例えば YouTube とかだと何の脈絡ない広告流れてるじゃないですか、うん、そうですね。そしたら逆にイラッとしますよね。嫌ですね、早く飛ばすとかってやりますね。そうなんですよね。ごっこが面白いのは企業とタイアップ広告でカップルがこう喧嘩していて、うん、まあ、その2分の中で仲直りすると。で、仲直りしながらなんかおやつ一緒に食べるんですよね、はい、でその時におやつにズームインして、はい、すごい食べたくなるみたいな、あ、そのおやつの PR だったんですね。そうそうそう、おやつの PR なりみたいな。でも2分間に皆さんハマってるんで、自然とその商品が入ってきて、あ、そうかと。で、仲いい人と一緒にね、クオリティの高い時間過ごすんで、このおやつであるってことが、言い方あれなんですけど、やっぱいい感じで刷り込まれてくるんですよね。そうですね、うん、ショートといえどドラマ仕立てですから結構感情移入しますもんね、うん、そうそう、なんか2分で泣けるみたいなのがいっぱいあって、 Z 世代の方々はですね、別にごっこって意識しないかもしれないですけども、うん、なんかいろんなですねシリーズがあって、なんか3分の1ぐらいが皆さん見てるというふうに聞いています。へー、はい、今
回3つの資金調達ピックアップしていただきましたけれども、共通点とか今の傾向っていうのどういうふうに捉えてますか？まあ、2つあるなと思っていて、経営者ファウンダー自身が自分でまあここの事業やってるってことですね。あ、例えばごっこってちょっと話さなかったんですけども、ファウンダーの方々、経営メンバーが実際に脚本も書いてドラマも出演してるんですよね。経営メンバーがやってるんですか？そう、だからなんかこのチーム面白くて、まあ、100名ぐらいのチームなんですけども、役者と編集とプロデューサーがごちゃごちゃになってるんですね。役者も役もするけど自分で編集もするというのがあって、これ経営者もやってると。でネイリーも自らやっぱりこうネイルサロン経営しているというところがありますし、うん、ニューモも、まあ、自らタクシー会社に資本参入してですね、そのオペレーション回していくというところかなと思います。それがどういったメリットになっていってるんですか？まず実験しやすいってことですよね。第三者の何か箱を使ってやるとコミュニケーションコスト発生しますよね。あ、そうですね。でも自分たちの 中でやってるってことは、どのお客さんの反応が良かったってことはもうすぐ分かるじゃないですか、はい、そしたら多分実験速度が10倍ぐらい速くなるんですよね。あ、そこをすぐに反映できる、このスピードの勝負かな。で、2つ目のポイントがやっぱテクノロジーによるアップデートですね、うん、ネイル、まあ、リクルートさんのホットペッパーとかいろんなものを使うのももう10年ぐらい行われていて、そこから進化していないというのもありますし、タクシー乗るも皆さんね、街中で撮るとか、まあ、そういうのが進化していないと、 YouTube で広告見るみたいなのも、まあ、そんな進化していないと、うん、まあ、それをいろんなこうテクノロジーを使って今の市場に対して最適化したみたいな、まあ、その共通点があるかなと思います。ありがとうございます。ということで本日は7月の注目資金調達お話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。企業参謀のエッセンスを学べるスタートアップアドバイザーアカデミーを開講しています。詳しくは概要欄 QR コードをご覧ください。